刻は9時30分を回りました、ね、嘘のような本当の話ということでね、今週もじっくりしっかりお届けしていきたいと思います。はい、パーソナリティは私土井秀人と、東京から WO イーストの北条政宏さんをお迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。毎週毎週もういろんなエピソード盛りだくさんで、北条さんご自身もまあここしばらくなんかどっかでまた美味しいもの食べてたと思うんですけどもあれやみたいな、嘘みたいな話ってちらっとちょっと、そうです、もう毎日驚かされることばっかりなんでね、あの、まあ、先週もねちょっとお話ししましたけど、やっぱ業務用がすごいんですよ、リアクションが皆さんのね。30分吸わせるとだいたいドクタースイスボトルで3時間吸ったぐらいのことがパーンと起こるんで、いやーびっくりしましたっての多いですね。あの手足がポカポカするとか、あと指先の血流なんかも見てあげてね、そのどんな風に変化するかなんていうのも体験してもらうんですけど、 あっという間にうわーって動き始めるから、すごく分かりやすいっていうかね、それを今私全国回りながら、あのご自身の体の変化をご自身で見ていただいてる、そのなんか言って説得するとかそういうんじゃなくて体感してもらうみたいな、そういうのをねずっとやってて、ちょうど今は業務用体験月間みたいなね、そんな感じでやってますよ。まあやっぱり、体の変化が大きく出るっていうのは皆さんね、いつもだったらこれ30分1時間じゃ出ないんだけどこんなになりましたみたいなね、いうの多いですね。ねえ、だからすでにね、利用されている方もまあそうなんでしょうけど、なんかそれをね急にお求めになるならないは別として、まあね、このいい方向に向かう速度とか感覚が早い。そうですね。それであと家族でね、取り合いになるんですよ。まあ、最初はねお父さん買って帰るとか誰か買って帰るんですけど、お父さんの場合はねもうそのうち奥様がハマって、それでお父さん私がね寝てから吸ってねって言って、あの夜遅い時間にお父さんがこうひっそりと吸うみたいなの多くて、でそのうち子供たちもなんか手放さなくなって、だん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 こう一人当たりの時間が難しくなってきて、どうしたらいいでしょうって言うから、2代目行くしかないですねって話をしてましたけど、もう沖縄なんか家族多いから、そうですよね、考えてなんならもう1代目から業務用行っちゃって、同時に2人で、あの2口に分かれて出てくるので、1口分がドクター水素ボトル30台分なんですよ。まあ30台、ドクター30人、ドクター30人、でこれ一つに合体させて60人分を独り占めすることもできるし、あのゴーグルに30台分、鼻に30台分って、鼻の粘膜と目の粘膜にドカーンって水素ぶつけるっていうこともできるんですね。であと夜寝ながら8時間吸うっていうのもできるから、もう寝ながら吸いたいっていう人すごい多いんですよ。寝てる間になんかリフレッシュする吸い方とかできないんですかねって言われるんですけど、多いですね、確かにね、はい、8時間モードっていうのができましたんで、これですと、まあ、夜中寝てる間にリフレッシュされているというもうだから、ね、あのお客様からこう言われていたことを全部実現させた感じで、濃度も世界一だし、 99.9% の水素ガスが出る、発生したところで 99.9 じゃなくて鼻のところまで 99.9 が届いちゃうんですよ。あ、なるほどね、そしてドクター水素ボトルの60倍の水素もうねこれ以上やりようがないです。本当にすごい機械作っちゃいました ね、 ね、まあ気になる方は、ね、はい、そうですね、WO イースト、ね、沖縄でも3回ぐらい月今やってますんでね、うん、そこ遊びに来ていただければと思います。はい、はい、ということでね、はい、ドクター水素ボトルのご紹介というより今日はね、またちょっと今週素敵なミュージシャンの方をね、お迎えしてお届けしたいと思いますが、だいぶ何ヶ月の前にもね出ていただいたんですけれども、ご無沙汰をしておりました、片腕のギタリスト照彦さんを東京からお迎えしてます。おはようございます。おはようございます。お久しぶりですね。どうもお久しぶりです。本当にもう 1年半ぶり、1年半ぶりぐらいですよね。本当ですか。あっという間よね。だからそこにビル建てなかったのに建ってるからびっくりした、ね、だからラジオ始めた 2,3 ヶ月ぐらいの時点で出ていただいたのかな、はい、そんな感じ。そうか、そう、
あー、チャタンでね、ちょっとライブやって、なんかフェイスブックをね、よく僕もあの拝見してるんで、はい、なんかそんな気はしてないんですけど、あ、そうですよね、そう言われるとそうですよね、フェイスブックは身近に感じますもん ね、そうそう、テルコさんね、あれなんですよ、いろんな場所でね、やっぱりいろんな方とのね、出会いやつながりや、演奏、実際にね、演奏されてっていうことで、まあ、簡単にちょっとね、ご無沙汰のところもありますから、はい、自己紹介から、はい、なぜ、今に至るまでという、ちょっとね、前回はちゃんと話してなかったんですけど、うん、どうやってこの片腕のギタリストテルヒコができて水素と出会って夢を叶えるかで、パラリンピック閉会式の夢を叶えるかっていうこの物語をちょっとお話ししましょうか。ぜひテルヒコさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、ちょうど12年前なんですけども、まあ、ミュージシャンをしておりまして、ちょうど独立して自分のバンドを作って、自分の会社を作ったっていう形だったんですよね。その頃に、本当に僕は前のバンドの流れを組んでて、いろんなことを知ってたので、それを活用しながら、いろんなところにこうアプローチをしてて、で剣道とのコラボレーションが確立しまして、これが世界的にも剣道って有名で、フランスとかでもちょっとかなり有名だったんですよね。それで僕の曲と剣道を交えてコラボレーションをすることが決まって、で CG になりまして、先に日本よりもイタリア、フランスで CG を出すことになったんですよ。でそれで日本と世界のライブをすることになって、全国ツアーやってイギリス、フランス、イタリアでライブをすることが決まったんですよ。それで宮崎、僕の故郷なんですけども、九州の宮崎からライブを始めるってことになりまして、凱旋ライブをしました。そして終わって、一応全部裏方僕がやってたんで、もう好きなことを全部で、アーティスト、自分のメンバーには音楽だけに集中してほしい、だから裏方は全部一人でやりたいと、で楽しくてしょうがなくて、寝る間も惜しんでて、もう体を酷使してたわけですよ。でその1回目のライブが終わって、東京に戻って、お金の計算とか全部終わって、ほっとしたら、ほっとして次に向かうときに外に一度休憩として出ていたわけですよ。そしたら、まあ、その日はちょっと寒かったんですけど、なんか体に違和感を覚えるんですよね、うん、なんだろうこれはと思ってたら、急に冷や汗が出てくるんですよ。でもまたどこが痛いとかないんですよね。だけどだんだんと汗が垂れてくるから、汗を拭こうとするわけですね。拭こうとするけど、そこでおかしいことが起こったんですよ。汗を拭きたいのに右手が上がってこないんですよ、うん、こう普通だったらスッて上げてこう拭けるじゃないですか、うん、額の汗を。だけど右手が上がってこないんですよ。あれと思って右手を触りに行きました。そしたら生温かいんですけど、なんかマネキン触ってるような感じで全く感覚ないんですよ。でゾゾってした瞬間に世界が曲がっていくんですね。本当に走馬灯っていう、ゆっくり時間が流れるように世界が傾いていくんですよ。それは外ですか？外です、外です。外で歩いて、街中で、でゆっくりと倒れていってる自分が分かるんですよ。あれなんだろうと思ってバタって倒れるわけですよね。そしたら周りがバーって人が集まってきて、大丈夫かって言ってくれるんですけど、言葉を発したいけど全く発することができなくて、上だけをただ見てる状態で、みんな覗き込んでくるんですけど、何も返事できなくて、そのうち救急車が到着しました。で救急車で、僕そこでもまだ気を失ってなくて、何が起こったんだろうって僕自身も分かんなくて、で救急車の中で隊員さんが大慌てなんですよ。ドタバタしてて、でいろいろ見たら、やっぱちょっと命の危険だって言われて、それ聞いた時に初めて、俺死ぬのかなって思ったわけですよ。一旦大事なお話の前に CM がありましたね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話ということでね、今週はですね、このまあミュージシャン、ギタリストのね、片腕のギタリストとして、今全国でも活躍中の、湯上さんでもあるんですけどね、片腕のギタリスト照彦さんをお迎えしてますけれども、嘘のような状況でしたね、それこそ、はい、もう本当に死ぬのかなって思ってて、でまあ、救急車の中でも命をまだ気を失ってなくて、それで病院に到着するわけですよ。で ICU に入れられて、で脳を取られるわけですよね。CTR とかで、CTR ですっけ、 CT スキャンか、で取って、でそこで初めて
意識がなくなるんですよ、うん、で次の日起きたら母が来てたんですよ。だからもうみんないろんな人たちが集まっていろんなことをして宮崎から呼んでくれたみたいで、で母の顔を見て、で先輩のミュージシャンたちが来てて、でそこでまた気を失うわけです。実はその時に結構な重症だったらしくて、僕そこで本当に死ぬかどうかっていうところがもう決まってて、手術しなきゃいけないぐらいの出血だったらしいんですけど、まだ若かったんで、僕36の時に倒れてるので、だから若かったから血を吸収するのは早かったらしいんですけど、でもかなり危なかったので、これを乗り越えなければもうここで終わりだろうとはお母さんは言われてたらしいんですよね。それから1ヶ月僕は意識がないんです。で記憶もないんですよ。目は覚めてたらしいんですけど、記憶がないので、僕自身がだから自我を持ってるのはそれから1ヶ月後に目が覚めるんですよ。高熱が出たらしいんですよ、その夜に。で容体の変化ってやつですよね。容体の変化で熱が、高熱が出て、これを乗り越えなければまた命はなくなってしまうという状態が起きて、でそれでも朝 目覚めることができたんですよ。で目覚めたらどこだろうここって、全く知らない天井が見えて、どこここと思って、東京の病院、そう東京の病院です、ね、ずっとお世話になってる病院なんですけど、うん、でどこだろうここと思って起き上がろうとするんですけど、全く体がピクリとも動かないですよ。って思うじゃないですか。そしたら看護師がやってきて話を聞くわけです。病気、何の病気か、脳出血。脳出血で僕は左の脳の比較が出血だったので、左をやられると右が麻痺するんですよ、右側が。で右半身麻痺っていう症状で、かなり重かったらしいんですよ。だからもう一生動くことができないかもしれませんって言われるんですよ。その時にまず思ったことってのは、僕は人生の半分以上ギターと共に過ごしてきてるので、ギターが弾けないイコール生きててもしょうがないなって思っちゃうわけですよ。そうするともう、あ、この世に見えないから命絶とうとするんですけど、体動かないじゃないですか。自分で命絶てないんですよ、どうしようってなったら、どん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 引き曇っていくわけですよね。で誰の言うことも聞かなくなるんですよ。そうなるともう手が使えられなくなって、すごい嫌な人間になっていくんですけど、でリハビリしてももう何の意味もないし、言葉もわからないんですよ。実は失語症って言って、こうやって日本語が書いてあるやつがあったとしても全く読めないんですよ。でも聞いたら理解はできるんですけど、読むことができない。そうで、野菜の名前言ってくださいって言われても一言も出てこない、野菜の名前が。野菜ってなんだろうってなるんですよ、めっちゃ怖くて。それがだん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 もう何回も続いていくと、もう自分がなんか人間じゃないような感覚になっていて、もう本当にもう引きこもりになっていく状態なんですよね。だリハビリしても意味ない、もうこんなどうやって生きていいかも分かんないっていう状態になってて。ちなみに左側は動く感覚、左側は動く感覚あるんですけど、だけど使えるパーセンテージとしてはやっぱり 60% くらいのパラしか出せないらしいんですよね。こっちと連動しちゃってるので、右側と。そういうのがあって、まあでもリハビリしなきゃいけないし、回復期に入れられてリハビリをするんですけど、僕はもう院になってるのでリハビリする気はない。その時にやっぱ母親がお見舞いに来てくれるわけですよ。1週間だけ、月の1週間だけ休みを取って宮崎から東京に来てくれるんですけど、もう僕はその母親と会うのもすごい嫌だったんですよ。自分の母親なのになんで嫌かって言ったら、病気のことは一切触れないんですよ。でたわいもない話しかしないんですよ。こんなに息子がこんな病気で大変なのに、なんでそんな話するんだ、ふざけんなって、もうお前なんか会いたくねえよってお母さんに思っちゃうんですよ。だけどまともにも喋れないし、言葉もやっぱちゃんと喋れないからっていうのがあって、もう誰とも接したくないし、何ともかかりたくないって思ってる中で、ある出会いがあるんですよ。やっぱ病気の時って自分ではどうしようもない辛い部分がもうあって、自分では本当にどうしようもないけど、あるきっかけっていうのは人からしかもらうことができないっていうのがあって、それがおばあちゃんだったんですよ。僕と同じ病気のおばあちゃんが、ある日リハビリをしていたらベッドの隣におばあちゃんが座ってたんですね。でその時にリハビリの技師さんが電話で出て行ったんですよ。ちょっと待っててくださいって。で僕はもうやる気ないから、もうベッドにボケーってしてるんですけど、横を見たらおばあちゃんが座ってたって。僕おばあちゃん子で、おばあちゃんすごい大好きだったんですよね。でそのおばあちゃん見た時に、やっぱ自分のおばあちゃんのことを思い出して、そこでおばあちゃんを見たら、汗、額に汗流しながら動かなくなった腕を一生懸命動かしている姿を見るんですよ。そうするとその瞬間に僕の心の中で、おばあちゃんこんなに頑張ってんだって、それなのに僕は何もせずにもう生きてても仕方ないとか思ってんだ、なんか情けないなって思ったんですよ。36歳、そう、その一瞬で気持ちがパッて変わったんですよ、うん、
僕も頑張んなきゃって思った瞬間に、今まで実は霧がかってたんですよ、世界がわーって真っ暗な感じで。だけどそのおばあちゃんにやって頑張ろうと思った瞬間、気持ちが変わった瞬間にふっと光を感じるようになったんですよ。わーって、え、こんな明るかったんだと。でその時に初めて母親の大切さを知るんですよ。気持ちが少し変わっただけで、母親が常にいつも笑顔でいてくれたその時間が僕の癒しだったんですよ。実はそう、一人で部屋でいる、でもその瞬間だけがすごい母親の愛情を感じて、でこれ頑張らなきゃいけないなっていうことでリハビリを頑張り出したっていうのが、そのまず一つのきっかけなんですよ。なるほど。じゃあ続きはちょっとまた CM の後でいきましょう。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、この番組はね、FM ギノワン、ね、FM コザと連携してたくさんの人にね、聞いていただいてますけれども、嘘のような本当の話ということでね、私土井秀人と、まあ、北条さんはね今日もね来てはいただいてるんですけども、強烈な出会いのね主でもありますから、うん、ここのところはちょっと今週ね、片腕のギタリスト照彦さんのねお話、ヒストリーをちょっと伺ってますけれどもね、まあ最初はねちょっと、どうなんだろう、何言ったって別れしないだろうっていう、実のお母さんもねちょっとどうなんかこう邪険にしちゃった照彦さんだったんですが、リハビリですね。そう、お母さんの存在がもう自分の居場所になって、そこからリハビリを頑張っていくわけなんですけど、で脳出血の入院っていうのはだいたい半年かかるんですよ。でその半年の間だから、半年の間一生懸命リハビリをするんですけど、なかなかやっぱり半身麻痺という病気はなかなか自分ではどうすることもできなくて、だけど前向きに考えてて、で退院する日が決まるんですけども、まあどうやって生活していいかわからないですよね、半身麻痺で。で先生と話した時に、まあ、結局はお母さんに介助してもらいながら一生生活することになったんですよ、決まったんです、そうやって。だからまあ退院したらお母さん宮崎に帰って母親に介助されるっていう流れになったんですけど、その退院する1ヶ月前にその話が決まりまして、そうするとじゃあ来月は来ないねって、あの退院してから迎えに来るねっていう話になって、お見舞いは来ないっていう話になって、僕はそれが寂しくてたまらなかった。今まで居場所で一生懸命頑張って1週間母親がいてくれるから少しは心の拠り所があったんですけど、それがなくなると、でやっぱ一人で病院で戦っているのはすごい辛いっていうのもあったんですけど、やっぱりあれもありませんでした、その今までねお世話になった方や音楽関係者、ましてやメンバーね、なんか寂しいけど来てほしくないとか、あ、いや来てほしいのもあるんですけど、でもやっぱりみんな心配しちゃうのでっていうのがありますよね、複雑ですよね、でそういうのもありましたね、まあね、そのテレビ子さん、はい、お母さんがそうで、その退院する前にだから来月来ないねってなって、そしてまあそこから1ヶ月頑張るんです。で退院が決まって退院する時にですね、退院する前に何かあったんですよ。何かあった、それ忘れちゃった今。ですね、ちょっとここは編集してもらっていいですか、ちょっとぶっ飛んだった僕。大丈夫、あれ、うん、母親 あるがままでいいです、ちょっと今のもう一回やってもらっていいですか、うん、大丈夫ですよ、そのまんま、はい、その母親がじゃあ1ヶ月来月来ないねってなった時に、来月来ないねってなった時に寂しくてしょうがなくて、だけどまあ母を見送らなきゃいけないからって、僕も泣いたら止まらなかったんですよ当時、あの感情失禁っていうのがあって、それがあったからもう一言も喋れなくなったって。でじゃあ退院した後に来るねって言われて、もう うんしか言えないんですよね。で涙は絶対見せたくなかったから母親には。で母親がじゃあ来月でお迎えに来るねって言って帰っていくシーンを見た時に、もう涙がこぼれてるのが分かるんですよ僕。でこれ見せたくないからと思ってすぐ後ろに引こうと思ったら、その瞬間母親がパッとこっちを向いて僕の涙を見たわけですよ。で今まで笑ってた母親がその時僕の顔を見た瞬間にその場で泣き出して、テレヒコ泣いたらいかんよって泣き崩れるんですよ。そこで初めて僕は
そうだよなって、お母さん辛くなかったわけないんだよねって、うんうんうん、自分の息子が命に関わるような危険な病気になって死のうとしてる時に母親が辛くないわけないんですよ。それを感じて、これはちょっともう甘えてちゃいかんなって、こんな親不幸なことはないと思って、これはもうちょっと甘えたくないと思って、僕一人暮らしをする決心をするんです。その時本当は母親に介助してもらいながら生活する話が、いやこれ以上甘えてたらいかんと思って、もう退院したら一人暮らししようと思って決めるんですけど、それを決めてお医者さんに話すんですけど怒られるんですよ。いや半身麻痺で一人暮らしなんかできるわけないじゃないかって言われるし、あのリハビリの技師さんも一人暮らしがどういうものか分かってるんですかって本当に怒られて、だけど僕決めちゃったもんだから、自分自身でも意地でもその一人暮らしするって決めて、で、まあ、患者会に意地になってたらもう医者は OK するしかないから、それでお母さんに最後聞かなきゃいけないわけですよ。母親がダメって言ったらもうダメじゃないですか。だからお母さんに電話で最後に聞いたんですよね。そしたらもう率直に話したんですけど、電話でお母さん一人暮らししたいんだけどって言ったら、お母さんはあんたの人生やっちゃからあんたの好きにしなさいって言ってくれて OK をもらったんですよ。でそこで一人暮らしをするっていうのを念頭に置いてリハビリをやるんですよね。で退院の日に、退院の日が来ました。で母親に電話をするわけですよ。他の今日退院だって、今から頑張るからねって言ったら、電話口で生きててくれてありがとうって言われたんですよ。でそれがもう僕の中の指針になって、そこからこれはもう頑張らんといかんなっていうことで、退院するわけですよね。で退院したら実際何もできなかったんですよ僕。実際は入院してる時にいろいろできてるつもりが、あの介助士さんたちの力によってようやく何かできてたわけで、いざ一人になったら何もできなくて、そこでどうしようって思った時にギターを練習することになったっていうのがあるんですよ。だからもう入院中もすごいギター弾きたかったんですけど、やっぱり半身麻痺なのでもギターは弾けないって、そこで諦めちゃってて、だからもうギターは諦めなきゃいけないなと思ってた時に、退院する時に技師さんが変わるんですよね。で担当の技師さんがそこの技師長さんだったんですけど、その技師長さんに何がやりたいですかって、どうしたいですかって言われた時に、今までそのギター弾きたいっていう気持ちを今お医者さんとかに話しても、もう日常生活を頑張んなきゃいけないから、そんなギターとか思ってる場合じゃないよって言うし、あの技師さんは難しいって言うんですよね。でみんな難しいって言うから、結局僕も無理だって思ってるしダメだって思ってるんですけど、その技師長さんだけはギターが弾きたいって言った時に分かったって言ってくれたんですよ。初めて肯定してくれたんですよ、自分の気持ちを。それで僕は片腕がないから、半身麻痺だからギターが弾けないっていう思いが一瞬にして変わって、こんなに好きだったらやっぱギター弾いてみなきゃいけないなって、片腕でもいいからとにかく持ってみよう、やってみようっていうのがそこで気持ちが起こって、で退院して何もできないからとりあえずギターを持ってみようって言って、ギターを持って練習するところから始まるんですけど、ギターを持ったら持てないんですよ。ギターがこギターすら持てないんですよ結局。ちなみにテロさん、その久しぶりにね一人暮らしの部屋を開け、はい、扉を開けて、うん、どれぐらいの日にちが経ってからやっと、いやもう帰って結構すぐですか。いやすぐじゃないんです、ここ立てないんですよ、なかなか、ね、動くこともできないし、うそういうことがあって、でようやくギターを持てた時にはまだ体がちゃんとできてないので、ギターを持ってもそのまま担ぐこともできず、バタッと倒れてる状態からスタートする。もう弾くどころじゃない、もう持つことすらままならないっていう。いやー皆さん、衝撃のね、片腕のギタリストとして今ね、ご活躍中のテリコさんねお迎えしてますが、ちょっとこれは次週また続きをぜひ聞かせていただきたいので、はい、お嬢さん収まりません、収まりませんので、はい、ぜひ来週もね皆さんどうかねお気になってみてください、ひとまずは一旦失礼します。嘘のような本当のままお届けしました。テリコさんありがとうございました。ありがとうございます。来週また、はい、よろしくお願いします。